結婚前は、義実家にお邪魔した時は、ケーキなど美味しいものを出してくれていたのに。結婚後は、黒くなって、スカスカのリンゴや、ブチュブチュの柿、半額と書いてある袋菓子に変わった。夫がいさめても、とめは、いっぱい送られてくるから、とスルー。私、とめさんに嫌われてるのかな。もう、義実家に行きたくないな。夫、俺だけ行くからいいよ。で、今年の正月から義実家訪問がなくなって、ラッキー、やったー。と思いつつ、この間の母の日、夫とは、お互いの実家にだけ行こうという話になり、私は実家に帰った。これ食べな。という母が出したのは、黒くなったグレープフルーツ。いっぱいあったから買ってきた。え？もしや。と思い、そこらに乱雑に置かれている買い物袋を見てみると、半額、丸割引、お勤め品、のシールが貼られたお菓子や生鮮食品の数々。これ、義実家にあげた？わけないよね。送ったよ。義実家さんもなってないよね。せっかく送ってあげてるのに、お礼の電話もしてこないんだから。いつから？あんたが結婚してからだよ。とめから、腐りかけのものを出され始めた時期と、母が、ゴミを義実家に送り始めた時期が、一致していると理解して、背筋が凍ったその時が、まさに修羅場だったと思う。今後一切、義実家に物を渡すな。と母を締めたが、まだ食べられるのに。と、何が悪いのか分かっていない様子だった。その後、即、義実家に行き、実家から1時間くらい、とめに謝罪。とめ、腐りかけのものをしょっちゅう送ってきて。最初の方は、一応お礼をしていたけど、あまりにも続くし、もう結構ですと言っても、送られてくるから、馬鹿にされているのかと、腹が立ってしまい、嫁ちゃんが来た時に出すようにしちゃったけど、それは人としていけなかった。ごめん、もうしない。と謝罪された。私、とめさんは悪くない。すべて、うちの親が悪いんです。謝らないといけないのはこっちです。夫は、いびりの言い訳か？と思ったらしいが、小包に入った見切り品と、伝票の送り主を見て、とめの言葉が真実と認めた。っていうか、中身は生鮮食品なのに、通常便で届いてたんだけど、と呆れ顔。今後、もし、私の実家から何か届いても、受け取り拒否してくださいと頼んだ。表面上は和解した嫁姑だが、きっと、とめは、私を、非常識な家の子供だと思っているんだろうな。逆に会いづらい。